からどーもくんには今日出演してくれてるキャラさんにまつわる簡単なクイズを出します。でどーもくんはこの右手に丸持てない、持てそう、持てる、左手に×持てるで丸か×かって言いますんで、ゴーくんはそれに関して丸か×か手を挙げて答えてください。まあまあゴーくんね、今までいっぱいキャラさんとイベント出てきましたから、出てきたよね。それもキャラさんのことはさっきも PR ステージで紹介したし、わかるよね。お頑張るということで、でね、皆さんも正解かどうかをね、一緒にチャレンジしていただければと思います。それでは参りましょう。もし花丸バツクイズ第1問。テレン、これ一人でやりますからね。テレンで言いますんでね。さあ、ゴーゴくんに関する問題です。白熊のゴーゴくんは好奇心旺盛な5歳の白熊である。丸かバツか。バツ。正解でございます。ゴーくんは8歳の白熊さんということで、まあまあこれはねサービス問題ですんで、あちなみに全問正解したら豪華景品がありまして、ももちゃんのブロマイドをプレゼントします。あー 3杯目よこれね、持って帰ってもらいますんで全問正解してくださいよ。さあそれでは参りましょう。第2問、ヤチニャンに関する問題です。ヤチニャンは大好物があります。それは甘いいちご大福である。丸か×か。丸、正解でございます。ヤチニャの大好物はいちご大福ですね。さあ一歩ブロマイドへの道が進みましたね。出しておきますよ私はねさあ次、福耳福ちゃんの問題です。じゃあこれちょっと福ちゃんにヒントもらってもいいよ、あそこにいるからね。福ちゃんのおしゃれポイントがあります。そのおしゃれポイントはタイのポシェットである。見て、あそこあるわ、分かれへん分かれへん、見て見て見て、タイのポシェットである丸か×か。ちょっとヒントあげといて、ヒントあげといて。丸か×か。丸、大正解です。福ちゃんのおしゃれポイントはタイのポシェットということでね、さっき私のブロマイドを入れてくれませんでした。ちょっと根に持ってるからね。さあそれでは今日駆けつけてくれるはずのキャラさんの問題を出します。この後門真市のレンちゃんが駆けつけてくれる予定なんです。今日今ね一生懸命向かってくれてると思います。これちょっと難しいよ。レンちゃんに関する問題です。レンちゃんはとある花から生まれてきたんですが、どの花から生まれてきた、どの花からというか丸バツで答えられへんから、出てきたのはチューリップの花である。丸かバツか。あ、ちなみにレンちゃんです。門真市のレンちゃん、漢字のレンちゃん。さあゴー君、見事全問正解してくださいね。さあ丸か、チューリップの花から生まれてきた、丸か×か。×、正解でございます。あのね、レンちゃんはハスの花から生まれてきました。これあるよ、ゴー君、あるよ、全問正解あるよ。ちょっと嫌がってんねん。さあ、次の問題参りましょう。お次はエベッちゃんの問題です。エベッちゃんは実は福耳福ちゃんの生き別れの兄弟である。てぇな、ちょっと福ちゃんに聞いてみ。ちょっと右側におるわほら、ちょっとさあ、ゴー君、答え決まりましたでしょうか。生き別れの兄弟である。これに正解すると見事ももちゃんのブロマイドゲットということで、頑張っていただきたいと思います。福耳福ちゃんとエベッちゃんは生き別れの兄弟である。丸か×か。バツ、大正解でございます。なわけあるかい。三田市と西宮やがな。あれ、ふくちゃん、たまたま似てたの。たまたま最初会った時びっくりした。わあ、ドベルエンガーみたいな。でもすぐ仲良くなった。やっぱり仲良くなるな。というわけで全問正解したゴーゴくんには
豪華景品をご用意しております。こちらのももちゃんのブロマイド持って帰ってくださーい。以上、ゴーくんの丸抜きクイズでした。どうしたんゴーくん、さっきより元気がないぞ。さあ、そんなゴーくんなんですけれども、最後に天王寺動物園さんから、ちょっとお知らせがあります。先ほども言ったようにですね、来年で99周年を迎える天王寺動物園、いつも石切ちゃんもね、動物つながりでゴーくんとは仲良くさせていただいております。今日もね、場所をお借りいただきましてありがとうございます。そんな天王寺動物園99周年、そして100周年に向けて、この1年間さまざまなイベントキャンペーンを行っていきます。で、今年はキリンの新しいキリンの荒野くんもお迎えしたりと、ますますにぎわっております天王寺動物園を皆さん今後ともよろしくお願いいたします。さあ、本日のゲストはお立ちいただいても大丈夫ですか。見事ブロマイドをゲットしていただいた天王寺動物園のゴーくんでした。ありがとうございました。持って帰ってや、ポイってしたらあかんで、はい、もうポイってしたら、はいはい、じゃあ、もう戻りいただいて、そのままグリーティングでも大丈夫。あ、ストップ。はい、じゃあお姉さん、飼育員さんに連れられて、ゴーくんは天王寺動物園の方に一旦帰るということでですね、豚まんを食べるんでしょうか。私もお腹が減りました。いやエビちゃんはまあわかるわ、まあまあ、いらんって言いそうやん。フグちゃんは優しい、まあでもちょっともらってくださいだけどな。ゴーゴくんにまで、まあこれででもあと在庫が89枚になったから、この調子でいったらどんどん履けれるんじゃないかなとももは思っております。で、この後ですね、会場にはどんどんキャラさんがグリーティングしてくれると思います。で、キャラさんが来てお立ち寄りいただいたタイミングで、また先ほどと同じようなコーナーをやっていけたらなと思っておりますんで、皆さんもお昼休憩とかちょっとお散歩とか、私別にここにおるからといってみんながおらなあかんわけじゃないから、のんびりねしていただければと思います。まあ、対してしょうもないことをベラベラと喋りながら、このお時間をね、皆さんも過ごさせていただければと思っております。で、一応これね、番組コーナーなんで、同じマス目が出た場合は全く同じことをやりますんで、まあでもね、終わったら YouTube に上げますんでね、動画もありますんで、その場合はご了承いただければと思います。お次はもうちょっと大きなもしばなをね、言っていただければと。後ろにカメラあるんで、みんな声いっぱい吹き込んでくださいね。ふくちゃんは、そうか、そんなにこれ欲しかったんか。いいね。あれごきげんようやる。ああ、行きましょうか。こんな感じでちょ、飛び入りいつも、さっき言ってたご当地キャラ服も飛び入りで参加してもらってたんですよ。まあその ISK のえらい大変やった話はまた後で言いますわ。ほんまに大変やってんから。ナイスキリンちゃん、あいつですよ。ちょっとフグちゃん待って、あいつ横にいるアイドルの千秋ちゃんステージでね、私持ってんねん、見せたるわ。この今日のイベント告知をしたんです。見てください、ちょっとここ間違ってるんですけど、告知があります。例えばね、今、まあ、こう並んでるとするでしょ。で、私が千秋ちゃんに、はい、じゃあこれ石切りの日の告知をもうフリップ持っといてくださいっつって、こうやって持たせるつもりやって、こうやってな、なら千秋ちゃんに渡すやん。千秋ちゃんずっとこうやって持っとってのびっくりしたん、横で千秋ちゃんこんなのやってんのっつったら、あーみたいな感じでこうやって振り回して、で、そのステージの時に千秋ちゃんなんでこれこう持ってた、あ、読んでました。あいつ相当天然記念物やね。あの時はなんか狙ってたんですか、ギャグですか。私の書いてたフリップがすごい可愛かったから見てた。アイドルでしょ、ステージで演者してんねんから、あんた、笑ってる場合じゃないのよ。今日もあの子真面目やね、一生懸命頑張るから。これ台本見てた、台本でピクニックやったけど、テーマはピクニックやったけど雨でできひんけど、みんなで楽しくやりましょうねっていう千秋ちゃんのナイスアドリブで、あ、そうやねって言ったら、で、ね、キャラさんとピクニックできるなんてなかなかない機会ですから嬉しいですねって、
だからアウェイやっちゅう。台本一生懸命読んでんな。あ、東京と大阪やからちょなかなかね、スカイプとかで会議して一生懸命ね読んでてんな。一生懸命読んだ、はい、一日一生懸命読む、はい、頑張りますということで、あんな子なんですけど皆さん助けてあげてくださいね。客席からヤジ飛ばしてもらって大丈夫なんで、ちらくちゃ反対反対とか言ってあげて、気をつけてくださいよ。フリップさばきの人に私一生懸命夜鍋した買い出す会がなかったの。福ちゃん大変お待たせいたしました。すいません、うちのアテンドがちょっとゆるキャラより天然ボケなもんで、すごい石金ちゃんってさ総ボケやんか、正直な。で千秋ちゃんもちょっとボケやん。でちなみちゃんもしっかりしてるようで、一回セリフ先すっ飛ばしてるか、で私がフォローしてるけど、もうみんな石金チーム総ボケ。そら私アイドル入られへんねんな。ああいうやっぱふわふわ要素がいいねアイドルでな。さあ言うておりましてお時間かかりますんでね。じゃあ福ちゃん、ここ椅子の前立っていただいてごきげんようやろう。これが今日の私のコンセプトよ、ほんまに。じゃあね、ここ真ん中もうちょっと左来れるかな、左来ていただいてやりましょうかね。さあそれでは参りましょう。本日のゲストは福耳福ちゃんです。よろしくお願いします。今日は兵庫県から来てくれました。じゃあ福ちゃん、立ち話もなんなので座っていただいて、座れるのかしら、座れるのかしら。はい、じゃあちょっとどうぞ。あら、よいしょ、いける、手は浅いなかわいい、かわいい、なキャラさんで座るだけで拍手もらえねんな、かわいいわ、もう癒しですからね。じゃあね、ちょっとお気に入りのポシェットを持ってですね、福ちゃんのご紹介をしたいと思います。福ちゃんのご紹介も私いただいておりますのでね、読みたいと思います。てってってってーよいしょ。さあ福耳福ちゃんのご紹介いたしましょう。兵庫県西宮市西宮中央商店街のゆるキャラ、福耳福ちゃんです。ふくちゃんね、ありがとうございます。大人気、座ってる姿すごい可愛いね。なんかこうやっぱりお洋服着てるキャラさんは座るとね雰囲気出ますね。さあそんなふくちゃんなんですけれども、いつも大きなふく耳とニコニコエビス顔が特徴ということで、ね、今日はふくちゃんには石麒麟のごきげんようというトーク番組に来ていただきました。ちなみにふくちゃんはトーク番組したことあります？そうないわな、私も初めてです。あ、しゃべれない。福ちゃんちなみにさ、フリップで字とか書けんの？やったことない。ちょっとやってみる。これだいたい無茶ぶり企画やからな。で、これ、手汚れへんようにだけ気をつけてよ。ほい。指あるからね、福ちゃんはね。じゃあちょっと今日の石麒麟ちゃんの印象とか、そうだよ、石麒麟ちゃん、福ちゃん出会ってね、もうしばらく経ちますけど、福ちゃん、石麒麟ちゃんの印象なんか聞いてもいいですか？千秋ちゃん、ちょっと今、やってるんで、静かにしてもらっていいですか？いいの、いいの、今日グリーティング中やからな。あの子をね、いじるのが私、たまらなく好きなんですよ。かわいいからね。さあ、石麒麟ちゃんの印象を見せてください。お、かわいい。かわいい。なんで2回書いたんやろ、なんで2回書いたんかな、ちょっと消せる、大丈夫、福ちゃん気をつけてね。石麒麟ちゃん、すいません、速やかに変えていただいてもいいですか？ここでコーナーやってます。嘘主役主役も結構福ちゃんとチャレンジ精神旺盛で、玉すだれとかもやったすんねやろ。似合うわ、似合う似合う。じゃ今日はちょっとフリップでの受け答えに挑戦してもらいましょうかね。さあそれではその福ちゃんなんですが、このトークテーマを決めなくちゃいけませんので、まずはちょっとサイコロを振ってもらいましょうか。ご起立いただけます？はい、もらうんで。もうなんかもう私4年目になるんでね、キャラさんとの受け答えがなんか自然の家の感じ出てしまうね。なんか石麒麟ちゃんうちの家泊まりに来たことあんねん。そう、一緒に掃除とかしたことある。夏休みに遊びに来るって言ったら、うんって言って掃除とかしたこと、詳しくは石麒麟ちゃんのブログに一回載ってるんで。さあ福ちゃん、それではサイコロ持っていただきまして、今日のトークテーマ発表いたします。1番と2番がもしかしての話、3番と4番がズバリ私〇〇なんです、5番と6番が今日の当たり目となっております。今日はまだ当たり目出ておりませんので、頑張って出していただきたいと思います。福ちゃん気をつけてください。
今日のサイコロはあんまり転がりませんなんで叩く上に投げていただいて、なら普通さテンテロテンやろ、ボスッと落ちるから一発で仕留めるから、うん、大丈夫ですね。ちょっと AD さん後でこれ空気足しておいてくださいよ、よろしくお願いしますよ、ね、じゃあサイコロを振っていただきましょうか。それでは福ちゃんサイコロお願いします。せーの、おお客さん気をつけて、エベちゃんのおにぎりキャッチやりたかっただけやっぱり生き別れの兄弟として、ごめんなさい。5番ということは今日の当たり目でございます。すごいな、当たり目おめでとう、おめでとう、うーイエイとかね、今度みんなでやろう。あ、はい、おにぎりキャッチ、サイコロキャッチやんの、みんな拍手ちゃうねんね、みんなゆるキャラを甘やかしすぎやからね、本当に優しいね、愛があるんですね。さあ今日の当たり目なんですが、福ちゃんにはジェスチャーゲームにチャレンジしていただきたいと思います。ジェスチャーゲーム、ちょっと音響さんこっち来てもらって大丈夫ですか。エリーちょっと、ほんまにもサイコロちゃんと膨らましてよ。で今からですね、 AD にこのお題を渡します。ここに座っていただいて、で福ちゃんはここにね何個かお題があるんで、ここで見える、うん、ここで見てそれのジェスチャーをしてください。お客さんは大きな声で答えてあげてくださいね。見事全部できましたら豪華景品をプレゼントいたします。やる気やる気、あかんなこれ、最後に言うことにしよう。さあめくっていただいて大丈夫でね、審査は私の方でねやりますんでね。それでは当たり目を出してくれました福ちゃんのチャレンジです。ジェスチャー真ん中、真ん中どうぞ。石毛ちゃん見守ってよ、ただのぬいぐるみとかしてるな通訳通訳。さあそれでは参りましょう、福ちゃんのゲーム用意スタート。ちなみに今回のテーマはスポーツとなっております。回ってフィギュアスケート正解、お相撲正解、サッカー、サッカー正解、おい順調順調、テニス、テニスのバレーボール正解、おおちょっと難しいな、フェンシング正解、これはできる、できる、ボーリング、ボーリング正解ちょっと難しいな、どんどん難しくなってきますからね。カーリング。お、もう投げボーリング？ボーリングじゃない。カーリング。投げて擦る。カーリング、カーリング正解。どんどん端っこ真ん中で真ん中でやって。これは厳しいな。パスもありよ。パスパス。ちなみに今のカバディでした。パスパス。ちなみに今のセパタクローでした。これ最後はこれやってよ、頑張って頑張って頑張って、この人がやってた種目は何、昔終了、福ちゃんブロマイドゲットならず、ホッとしてるやん、ホッとしてるやん、今ホッとしたやろなんでそんな距離開けんの。最後は松岡修造でございました。ね、スポーツだからね、見たことある人は知ってるかもしれませんね。これ違うキャラさんが同じことやりますね、その時も一旦忘れて、ね、入れ替えますんでね、やっていただければと思います。はい、 AD ありがとうございました。この最後の空気入れてきてちょうだい。はい、さあね、ちょっと残念ながらちょっと今回はブロマイドゲットならずということで、あ、ちょっと俺なんでめそんな笑ってんのなんかめっちゃ笑ってるけど、いつもニコニコ恵比寿顔のちょっとなんかちょっと心に傷を負ったももちゃんですが、ね、チャレンジしてくれました福ちゃんです。福ちゃんはね、いろんなところに、こう西宮中央商店街もそうなんですけども、いろんなところにイベント行っておりますので、ぜひ兵庫そして西宮に来た際は福ちゃんに会いに来ていただければと思います。ちょっと最後にお知らせしようか。福ちゃんツイッターやってんのかな、福ちゃんツイッター、何フェイス、あ、何フェイスブックも、ツイッターやってんの、あ、
私もフォローしてるな、そういえばね。で、うぐちゃん、ツイッターやっております。どうやっていつも更新してるんですか、ツイッター？スマホかいな、すごいな、フリック操作がすごい早いな。まあ、指あるからな、福ちゃんな。ツイッターやっておりますので、ぜひフォローしていただいて、福ちゃんの活動情報をゲットしていただければと思います。今日のゲストは、福ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとう。イェーイ。福ちゃん、お土産あんねん。お土産、ちょっと待ってて。帰らんといてな。お土産あんねん。お土産、お土産。お帰りになって大丈夫ですよ。はい、ありがとうございました。バイバーイ。なんかちょっと気使ってんな。バイバイ、ありがとうね、またね。いやー、ふくちゃん可愛かったね。あーまあ、そんないらんか。作り直そうかな、新しいプロマイド。でも9、あと89枚在庫あるからな。我慢しよう。さあ、まあ、福ちゃんがね、 2体目のキャラさんゲストということで、みんなあれやね、今日お客さんずっとねいてくれてるから、コーナーコーナーで、ね、同じネタになるけどね、まあそこら辺は我慢していただいて、それぞれのキャラさんがどういう表現をするかって、キャラさんによってね、イベント行ってんだけど全然やっぱり違うの。なんかね、動きやすいキャラさんもいれば、結構モタモタしてて可愛いキャラさんもいるし、なんか表現力に期待ですね。さあ、偽物やるか。大丈夫、ちょっとすいません、一般人なんで、彼こう見えて一般人なんです。お面の下には可愛い顔が隠れておりますんでね、私たち著作権はフリーですけどね、彼はそうでもないみたいなんでね。あ、クシさんとアミノンがね会場に来てくれました。グリーティングしてくれますんで、みんな写真撮ってあげて、うん、買っていただいて大丈夫なんでね。あ、クシさん、私ちょっと今疲れてるから後でいい？お散歩帰りに来てくれたらええわ。いやもうね、こう今日は照明パッツンパッツンに焚いてくれてるから、私が4時に起きて基礎から固めたファンデーションがもう崩れる崩れる、ほんま熱い。今日はね、雨のことクシさん、ステージの上に上がってもらっても大丈夫です。クシさん、じゃあ前撮って左行ってあげて。うん、キャラさんと一緒にツーショット写真、お散歩、いつものお散歩をやっていただいて大丈夫なんでね。クシさんもよかったら、ちょっと階段危ないけど無理せん程度にこうみんなと触れてあげて。うん、も一緒に、うん、お友達の時はね、ふわふわ優しい感じの、ね、絵本のような世界 で、ちなみちゃんだけはこうチアリーダーをやってくれてるんです。後で説明を聞いてくれたらいいと思うんですけど、で元気な感じでねやって。じゃあ私監督ここでこうやって見てるから、そこでちょっとやってみ。偉そうやな、ちょっとどこどこどこ、真ん中、はい、真ん中行って。ハンディある？ハンディマイクなさそうやから、ギアホンで頑張ってください。はい。キンちゃん、ちょっとポンポン持ってきました。応援するの、ももちゃんのこと応援して、もうさっきから全然ブルーマイド売れへんしさ、運ぶわ。応援してって言われたから応援しよっかね。ちょっとやる気ないやん、どうしたの。いつもこんにちは、バーフルチューナーズ仕上がるのちなみですとか言ってるやん。なんかそのなんかシャアなし感すごいな、やめてそういうの。まあ、おい、まあまあまあな、ええねええね、やってください、お願いします。いつも練習してるやつ、息ぴったりでできる？息ぴったりですね。じゃあ、ももちゃんがちょっと今、意識にしてご機嫌を頑張って、ね、おしゃべりしてもらってるので、応援を2人で、大阪の強いなとして応援したいと思います。あとちょっと下げてもらっていいですか。せっかくやから、ももちゃんのこともそうやけど、天王寺99周年を、動物園99周年を、ね、その方が動画映えがええやん、うん、業務連絡ね。お願いします。はい、じゃあ、ももちゃんのことと、ももちゃんのことよりも、天王寺動物園が、来年の1月1日で99周年になることをお祝いして、ももちゃんよりも、天王寺動物園さんのことを応援して、チアダンスを披露したいと思います。ももちゃんも応援してもいいよね。はい、じゃあ、しきちゃん、いくよ、いつものやつ。いくよ。あ、皆さん、ちょっと手拍子をお願いします。そこがないんで、これでやらせて。はい。1、2、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 
Yeah.
10回目これ、はい、10回かれこれやってきてこれ、いや、まあ、だんだんとやっぱ最初の頃はまだちょっと息が合ってない時があったんですけど、息が合ってない、最近はもうぴったり、ぴったり、ちょっとやってみて、意識で、あ、ちなみにちょっとやってみて、最後ちょっとだけ、最後1、2、3、4、5、6、7、8、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、もういいです、すいません、わかりました、今後に今後期待ということで、2人でね、いろんな PR とか言っておりまして、例えばそれこそ甲子園さんの応援とかで、誰でも応援します、何でも応援しますんで、ぜひね、いろんなところで何かを元気にするために頑張っておりますんで、まあ徐々に石木園ちゃんの動きのキレも良くなってくると思いますんで、これからも2人をよろしくお願いします。もう大丈夫じゃないよね、うん、まあ、ちなみちゃんも相当天然やろ。やばい。声枯れるならそのうち。はい、じゃあお散歩に戻っていただいて大丈夫なんで、はい、速やかに帰ってください。ああ、ありがとう。いやいやいや、速やかに帰ってください。まあまあ、ええわ。ちょっとここでね、石垣さん、このままお散歩するのかな。よかったら皆さん、通称として今日の主役なんで、一緒に写真撮ってあげてください。ちょっと、石垣 TV。